二の鳥居、稲毛浅間神社は、千葉県千葉市稲毛区稲毛にある、浅間神社。旧社格は孫社。陶器上の宗教法人名称は、浅間神社。千葉遺産百選に選定されている。大道三年、富士山本宮浅間大社から誕生したのに始まると、されている。自称四年に、源の頼朝が、東六郎種。 来を使者として古兵持を寄進して、武運長久を祈願したのをはじめ、千葉常種以来、代葉市の信仰が扱ったことが古記録などから伺える。文治三年の社殿再建に際して、富士山の形にどもりし、山道も富士と山道に習い、三方に設け、社殿は東京湾を隔てて、富士山と向かい合って混流された。江戸時代には、 境内が東西四百0件に及んでいたが、明治維新に最始現在の社地を残して蒸記された。九百六十四年九月に原因不明の火災により、文治再建の社殿が消失したが、九百六十六年に再建された。これが現在の社殿である。九百八十六年、昭和天皇の午在位六十年に、社殿前提の拡張、洋壁工事が行われ、 2015年10月、稲毛浅間神社再建50周年を記念して、新聞が混流された。二の鳥居から千葉街道を挟んだ向かい側に位置する鳥居公式サイトに記述はないがかつては会場に存在した。現在は二の鳥居から千葉街道を挟んだ向かい側の場所に、万葉県社長が奉納した鳥居がある。浅間神社の神楽は1962年に、 県指定無形民族文化財に指定されている。稲毛浅間神社に伝わる十二座かぐらは、1504年に九州地方から北神かぐらの名手が、当時の神主、大越倉之助に伝授し、その後村人たちに伝えられ、同神社特有のかぐらが出来上がったと言われている。このかぐらは十二座からなり、最初に神様をお迎えする舞から始まり、最後にお送りする舞。 おはやしの前にて終わる。日本神話をもとに、仮面を持ち、目撃風に筋を運ぶ様は宣伝された、江戸神楽の影響を受けている。松林に囲まれた参道浅間神社の創建以来、次第に形成されてきた松林で、かつてはすぐ近くまで波が打ち寄せた目持ち絶景の地であった。浅間神社境内を含めた、球場一帯が名称地となっており、その一部が、 市の公園として開放されている。1960年に記念物、名称として指定天然記念物に指定されている。ありがとうございます。